僕がその中学生の時にこの仕事したいって思った時はもう本当にピコピコ音ってよく言われるような、まあ一応音は鳴ってるけど音楽的な表現っていうのはほとんどできない、難しいっていう状況から、まあここまで音楽、ゲーム音楽というものが、まあ、あの表現できるだけのそのスペックが整った、音を消してプレイした時とつけてプレイした時やっぱ全然感じる体感のイメージというか感触みたいなものがすごく違うと思うんです。音がなくてもプレイできるっていう前提でサウンドを作んなければいけないんですけれども、あれば、まあ、全くその自分が受け取る感動だったり、そういう心の動きというものは大きく変わっていくものなので、そこがすごく面白いと思ってずっとやってますよね。主にコンシューマーゲームだったり、スマートフォン向けのゲームですよね。効果音だったり、そういうボイスだったり BGM 以外ですね、音楽以外を見る部署ってなってます。効果音とかってやっぱりまあ一般の人からするともう全然意識にも上がらないような音だと思うんです。ただそれって必要なとこに音がなかったりするとなんか物足りないなみたいな、それって音への評価じゃなくてゲームへの評価として跳ね返ってくるんで、そういう地道な作業ですよね。その一つ一つ必要なところに必要な音が入っているのかみたいなところを一個一個つけていくことがそのゲームへ熱中させるというか、その没入感、まあ集中して、ゲームを遊ぶっていうところにつながってくるんじゃないのかなと、思ってます。そのゲームを面白くするためにサウンドを作ってるわけなんで、音を通してそのゲームを面白いものにするっていう、サウンドを担当する、まあ、ゲーム開発者みたいな、まあ、気持ちでやっているというか、一つ信念みたいなものとしてありますね。そうですね、サウンド制作に関してはThink、考えるのを結構一番大事にしてるんじゃないのかなと思いますね。制作する前からもう常に、どうやって作ればいいとか、なんでこういう音が欲しいんだろうみたいな、ここをちょっともうちょっと別の音にしたらちょっと面白いじゃないのかな、そういうのが結構考えておりますね。なんか佃の作品を世の中に出して、でみんなをプレイしてもらって、そこが一番達成感というか生きてる感じがしますので、そこを結構好きとかもうずっとやりたいなと思いました。はい。年間平均200とかですかね。だいたい弊社の作家はそのぐらい多分作ってると思います。200曲とかもっと多いかもしれないですけど、だいたい平均すると200曲ぐらいです。やっぱりゲームの一部なので、その例えば音楽だけが出すぎることもなく、かといって引っ込みすぎることもなく、きちんとその場面にマッチしたものを出すっていう、作り出すっていうところが一番やっぱり気にかけているところでして、まあその基本的にはクライアントさんがじゃあなぜそのシーンにそういう音楽を当てられようとされているのかっていう、そのまあ他者の感覚を持って打ち合わせて、自分の感覚で作るっていうところが大事だなとは思ってます。まあ自分の信念としてはやっぱりあくまで一部であると、で音楽だけが出ていくっていうのは僕は個人的にあまりゲームサウンドっていうところにおいてはあまり個人的にはあまり良くないかなと思っているので、あくまでゲームのがあっての音楽ですよね。というところに、持っていければ、僕自身がすごくこう大事にしていることは単なるこうデータのやり取りになってしまいがちなので、そうなってしまうとこう熱量が あんまりこうこもった作品になりにくいんですよ。なのでやっぱ積極的にこうコミュニケーションを取るようにすることを結構念頭に置いていて、もう制作スタッフの一員としてこう望むような気持ちでやってるんですね。まあ IP もの、もう皆さんが知ってるような作品だったりしたら、まずはもうその作品自体の理解を深めないといけないので、まあ例えばアニメだったら、全部見てみようとか、漫画だったら全巻読んでみようとか、とにかく作品を触れてどういうところが人気なんだろうっていう
他者の目線から見た時の評価とかを考えた上で自分でアウトプットをするというような意識は常に持っていて、自分がこの作品にはこういうことを思っただったらそういうとこはもちろん大切にしますし、他者の人はこう見てるよねっていうところはなるべく崩さないっていう配慮もやっぱり必要なので、そこのバランスっていうのは常に意識はしていますね。ゲームの面白いところは一つの作品の中にいろんなジャンルが混在したりするんですね。オープニングはロックだけどゲーム中はクラシックオーケストラで、ね、最後ジャズで終わるとかっていうこともあるわけで、なのでそういう場合はチームで、まあそうですね、作曲家が分担してそれぞれ得意なところをやるっていうような方法で、やっぱりもう得意じゃない人が得意じゃないことやったらすぐ分かっちゃうんで、なんちゃってだなっていうのは聞く人が聞いたら分かっちゃうので、はい、そこはこだわってますよね。やっぱり専門家が作ったっていうところを非常に重要視しながら、作曲家のアサインのコントロールをしているっていうところですね。はい、作曲ってすごいパズルを解くような感覚に似てて、その作曲が終わった日の夜とかもほんとぐったりしちゃうんですね。もう一日中なんかすごい難しいパズルをやってたような感じになって、で、それってやっぱり音の調和っていうか、まあ、どこから不協和音が起きてないかとかっていうのをすごい調べながら、こう、耳で聞きながら、楽譜で見ながら、こう、追っていくわけですけど、あ、ここはちょっともうちょっと調和させようとか、ここはあえて不協和音でいこうとかって、そういうことを考える、その時間が楽しい。それはまあ作曲じゃなくて次の編曲っていうターンですね。っていうのと、でも一番のやっぱモチベーションはそれを聞いたお客様が、クライアントの方にしろ、ゲームを遊ばれる方にしろ、本当に音楽がすごく印象に残ってすごく好きだとか、音楽のおかげでゲームがすごく楽しかったとか、そういうお言葉をいただけるのが何よりのモチベーションですかね。レコーディングの時のマイクの立てるところから、収録レコーディングですね、レコーディングをして、でその後の、編集ミックス作業までをやっております。まずレコーディングに関しては事前準備がすごい大事で、どういう曲、あとどういうゲームの内容っていうのがまず第一に考えます。でどういう世界観をまず作りたいかなっていうのがありまして、でそこでスタジオ選定、マイク選び、でそこからマイクをどうやって立てていくか、もうマイクもすごいやっぱりいっぱいいっぱい種類があって、でもう一個一個でやっぱキャラクターが違うんですね。でマイクの置き場所によっても全然音が変わってきてしまうので、それも自分の中で全部シミュレーションして、でどういう風に配置して、どういう風なマイクを使って、でどういう距離感で撮ればこういう音になるなっていう、そこまで考えて自分の頭の中と、作家陣、あとクライアントの皆さんと、齟齬がないか、違和感がないかっていうのをまず確認してからレコーディングを始めます。ミキシングとはどういうことかっていう と、まあ、いろんな楽器がいろんな場面で撮られてますので、それをどういうふうにしたらここのゲームとか BGM に合うのかっていうのを考えながら、一つの楽曲として、収めるために、一つ一つの音を聞いてそれをきれいにしていく。楽器も撮るんですけど、もちろん空間も撮らなきゃいけない。で空間がその曲というか、ゲームのイメージと合わない時が一番難しくて、例えばすごい広大な土地があって、そこに流れる BGM が全然なんかもうちっちゃい音頭で鳴っているようなであれば、すごい違和感をやっぱ覚えると思うんですね。でそれを、どういうふうにするかというと、残響音ですね、残響音とか楽器をもっと大きく見せたり、外から聞こえているように楽器を配置してみたりっていうふうなことをして、広大な土地を表現したりします。場面場面によってもう全然ちっちゃい音から大きい音までもう全然違う音を作るように、作業をするようにしております。いろんな人ですけれども、まず、ギターが誰よりも得意な人間だとか、オーケストラがすごく得意な人間とかですね、あとは効果音が作るのが得意な人間とかですね。ゲームメーカーでですね、業務をしたことある人間というのがほとんどいないんですね。でそれでもゲームでクオリティの高いサウンドを作ることができたりして、
お客様に喜んでいただけるようになったのは、やっぱりみんなゲームが好きとか音楽が好き、あとは人に喜んでもらうことが何よりも嬉しいっていうのがベースにあるから、今のようにやっていけたのかなと思っております。ありがたいことに海外からの制作オファーというのが年々増えてきております。海外から制作のオファーをいただくというのはですね、言葉の壁とかもあるかとは思うんですけれども、ノイジークロークの制作したもののクオリティが高いということの裏付けにもなっているのかなと自負しております。私と同じく海外業務の担当をしております弊社のローですとかおりますし、海外からの制作オファーについては非常にスムーズに制作の方をさせていただいていると思いますので、これからサウンド制作だけでなくてですね、イベントに出演したりとか、ライブに出たりといった機会をもっと増やせればなと思っております。わざわざ海外の会社さんに頼んで、いろんな不安もあると思いますので、言語の壁さんの声を得られるとか、自分が欲しいものをちゃんともらえるのか、いろいろ不安とかあると思います。コミュニケーションと言語力が一番大事じゃないのかなって思いましたね。普通の制作だと、コミュニケーションと制作力と、この二つがあればもう全然スムーズにいけるんじゃないのかと思うんですけども、海外の場合だと、コミュニケーションと制作力と言語力三つが必要になるんですよ。翻訳の力が多分普通の業者さんより強いかなと思いまして、結構専門用語みたいなものが多くて、ゲームの専門用語もあったし、音楽専門用語もあるから、英語、中国語、日本語の対応全然できますし、自分も、サウンドデザイナーとして、音楽とゲームの知識をしっかり持ってますので、そこはぜひご安心、相談でも全然構わないですね。ぜひご連絡ください。だんだんいい作品出してれば、もう海外の方も、あ、これノイジークロークさんが作ってるんだと、ノイジーに連絡してみたいんじゃないのかなと思いますね。これからも精一杯いい作品を作ると思います。本来であれば多分例えばエージェントさんを通すだとか、ガイドさんがいるとか通訳さんが絡むだとかっていうようなことがどうしても必要になってくると思うんですけど、そこがないっていうところで、その言葉の壁を感じないっていうのはすごく広げてくれるなっていうのはより思うようになってきたところはあります。はい、もうノイジーさんだったらもう何でも頼めるよと。で、何でも頼んで、しかもそんな普遍的なものが出てくるわけじゃなくて、ちょっと尖ったものが出てくるよっていうふうに、な存在になりたいなと思ってますね。ノイジークロークにお願いしてよかったなって言ってもらった時が、社内でも、あ、よかったねっていうふうにみんなで笑顔になれる瞬間があるんですよ。そういう時は僕がすごく、幸せを感じる時ですかね。はい。効果音作曲、効果の中実装、実はパッケージが、音でいうところのパッケージが1から10まで全部できるっていうのがすごい強みではあると思います。本当、音だけ突き詰めて新しい表現をする人もすっごいいっぱいいるんで、そういう、ゲーム以外の分野からそれをゲームに取り入れるにはどうしたらいいのか、違う領域にちゃんと踏み込んでいけるようなサウンドだったり、そういう技術を磨いていけたらなとは思っています。ゲームのサウンド制作ってやっぱりクリエイターの集団なので、どうしてもクリエイター一人 の発想にこもってしまうことが結構あるんですけれども、人に喜んでもらいたいということが一番根底にあるのかなと思っております。ゲームと一言で言っても、今やどこまでがゲームかっていうね、その境も曖昧なぐらい、そのデジタルのエンターテインメントってすごく幅広くあると思うんですけれども、そういったものに対してサウンドをご提供するというのは僕たちの仕事なので、本当に規模は全然問わないです。なんかもう本当に効果音何千個、 BGM 何百曲とかっていうのももちろん引き受けできますけれども、すごくこじんまりしたカジュアルゲームみたいなものもたくさん実績としてございますし、デジタルのエンターテインメントに対して音を当てるというところ
の僕たちのお仕事の中心軸はもう今後もぶれませんので、ぜひね、こういろんな方々とお仕事をさせていただきたいですし、まあ面白く楽しくお仕事をするっていうところを、まあ、本当に大事にしていますので、まあお客様の会社のもう本当一部門とか一部署みたいな扱い、なんかどっか外注の会社っていう感じではなくて、こう一緒に仲間としてやってくれよっていう感じで気軽にお声掛けいただけたら僕たちもすごく嬉しいなと思います。